があるんですけど、沖縄の人とまだあんまいっぱい友達がいない頃、アキが沖縄のなんか人たちと飲んで、お前はアグーだって言われたんだって。でその頃アグーっていうのは仲間とか友達みたいな、宮古島に初めて、宮古島の方言だとアグーって友達とか同級生みたいな、ドゥシグワみたいな意味なんですよ。でそういうこと言われて嬉しかったですとかすごい言ってて、それ豚の名前じゃない。まあその謎は解けてないんだけど。そうでもまあやっぱり沖縄に移住して、こう僕らのやってることを徐々に応援してくれてる人なんかもこう増えてきて、でも僕初めやっぱりこう大阪出身で、 2,3 年してこういうのが形になったらまた大阪とかもしくは東京とかに行ってまた仕事したいなと思ったんですけど、やっぱりこう地元の人で応援してくれてる人が、あれ帰るのみたいな、というかそのせっかく応援したのにどうなるわけっていうような、やっぱり地元の人からしたら、ここはそのずっとね先祖代々守り続けてきた島で、守り続けてきた自然であって、そこに入るんであればどうなのよっていうようなやっぱり空気もあった中、やっぱりこう応援してくれてる人と一緒に酒飲んだり、一緒にこう飲みつぶれたりする中で、やっぱりここでもに根を張って生きていきたいなっていうのはやっぱ覚悟が決まったような感じですかね。それで秋は結構離島とかをずっと回っていろんな人と出会って、まあ、沖縄の良さみたいなのをこう、ね、もう直接もらってきてるけど、やっぱり特に動物を 殺すっていうとあれだけど、さばくのがすごくて、うちでも自給自足体験キャンプみたいなことやってるんだけど、なそういう時も鳥行ったり鶏をさばいたりとか、こういう場所を作るにあたって初めいろんな離島を回って沖縄のことを学んだりとか、土地を貸してくれませんかみたいな話をしてた時に、一軒の民宿に泊まって、すごいお世話になった民宿で、明日牛を潰すから手伝ってと言われて、方言でその屠殺することを潰すっていうんですけど、でそこで初めてこう牛をこう解体するのを自分で味わって、そしたらやっぱりこう牛の中から牛肉が出てきたというか、当たり前なんですけど、そういうのがやっぱり沖縄特に離島とか北部とかそういうところだとまだ特にこう生活と密着してるんじゃないかなっていうような部分があって、そういうのはやっぱりこう沖縄に来て学んだことですね。だからなんかこう、なんかいただきますっていうのは、まあ命をいただきますっていう意味で、鳥殺すのがかわいそうとかいうのは食べる資格がないみたいな、まあみんなどっかで殺して食べてるんだからみたいな話をキャンプとかで秋とかがこう説得力持って言うんだけど、俺は代表なのに実はさばけないみたいな、ちょっと怖いなみたいな。あんまりその話で俺参加できなくて。そうそう、やっぱりこう島のおじいとかおばあとかからこう教えてもらって、あそういう考え方があるんだとか、そういうのは学んだ感じですね。でずっと今すごくこのビーチロックっていうのも、今の8年っていうのは今すごく大きな転換期で、もともとこうどっちかっていうと僕が中心になってイメージしていたこう、まあカフェであったりレストランであったりとか宿泊であったりとか体験キャンプみたいなものであったり、こういう意味で沖縄の僕らが感じたいいところをこう感じてくれみたいな感じの、こう多くの広い感じのちょっとリゾートっていうのは大げさだけど、そういうようなこうイメージで広がっていったんで、ね、自然に。でもここで秋がね今劇団を始めたところからだんだんとこうすごく多くの人がいっぱい出入りするところみたいな感じより、劇団のみんなが住んでる文字通りのビレッジみたいな、そうなんですよね、そうなんですよね。だからこうなんで劇団に行きたいのか、なんで演劇をしたいのか、劇団をしたいのかというよりも、もうそれは理由は分かんないですね。もうやりたいからというか、何だったんだろうな、なんか小学生の時にやった文化祭の劇が楽しかったのかとか、なんか例えば沖縄でも結婚式とかは結構盛り上がって余興の練習とかあるじゃないですか。こういう余興の練習が毎日だったらすごい楽しいのにみたいな、それが仕事になればもっとずっとやっていけるのにっていうような思いからやりたかったし、まあ、映画監督になりたかったっていうのもあって、まあ、とにかく始めようと思いましたね。でもやっぱり初めはこういうビーチロックビレッジっていう一つみんなでたくさんの人の思いが詰まって形になった場所があるので、なんかこう自分はここの場所をこの形で継続していくことっていうのが自分のバトンタッチした美学みたいなとこもちょっとあったんですけど、一回そうさっき言ったツリーハウスが飛ぶような大きい台風が来て結構ほぼ全て飛ばされてしまって、でもここをずっとやっていく中でこう、まあ、自分がやりたいことってなんだろうっていうのも